各地で織田の反抗勢力が兵を挙げ、信長包囲網が形成される中、呼応するように武田信玄も動いた。大軍を率いて甲斐を発した信玄は精神を図り、家康の本拠である三河へと侵入する。徳川勢など滋賀にもかけない信玄は家康を無視して通り過ぎようとしたが、そこへ徳川出陣の砲が入った。三方ヶ原の戦い。親方様、徳川勢に動きが。無謀にも我らを相手に打って出るつもりのようで。小僧め、静かにしておれば見逃してやったものを。頭に血が昇り我を忘れたか。父上はこのまま先へお進みください。徳川ごとき私が軽く打ち払ってまいりましょう。いや、この機に格の違いを思い知らせ、息を削いでおくのも悪くはあるまい。皆に下地を飛ばせ。全軍をもって徳川を叩き伏せる。はは。だがこの調子では先を急ぎたいところではあるが、徳川の小僧どうも捨ておけん。格の違いを見せてやるわ。この指導もお連れください。徳川がその受けたまわった時なら相手をしてやるまで。小僧は己の無謀を後悔することになる。まずは騎馬隊の進軍の妨げとなる敵を速やかに排除しておけ。本陣の守りは信房に任せる。よいな。どうも調子が悪い。この戦、時をかけず片付けた方が良さそうだ。急げ。見つかったか。撤収するぞ。反逆することは火の如く。我らの動きを探っていたようだな。逃がさず討ち取れ。撃つ。敵将潰したり。かなう相手ではなかったか。お見事にござった。反逆することは火の如く。格が違う。聞かせていただこう。急げ。反逆することは火の如く。
岩隊を進ませろ。私がやろう。よかろう。早速騎馬隊が押し出してきやがった。仕方ねえ、俺が止めてやらぁ。開門。あの武者、我が騎馬隊を阻む気か。させぬぞ。それまで。退けるとあの武者ますます捨ておけぬ。そこだ。どけ、雑魚に用はねえ。雑魚とは聞き捨てならぬ。私は武田の着手、武田四郎を勝ちよりぞ。そいつは朗報、その首もらってくぞ。侮るな。何かけ勝つ。負けてなるものか。一旦引くしかねえな。開門。皆の者、目指すは浜松城だ。進め。武田を相手にかような気概を見せるとは、家康も一発の物の譜になった。よかろう。刃物よ、だが同志としては未熟、相手が悪いわ。浜松城は守りを固めているはず。先に周りの砦を落とすのが上策か。俺にやらせろ。歯応えもないことだ。受けたまわった。受けたまわった。後ろに入れてやるもんですか。砦を守る将を撃て。
歯応えのないことだ。負けてなるものか。よかろう。侮るな。敵将打ち果たした。かなう相手ではなかったか。お見事にございますな。それにや受けたまわった。侵略すること、火の如く。暇ぞ。城に攻め入り、小僧の首を取れ。開門。私がやろう。私は逃げも隠れもしないぞ。かかってくるがいい。そこだ。負けてなるものか。侮るな。武田の名にかけ勝つ。よかろう。よし、砦は抑えられたな。この勢いで浜松城を攻め立てよう。敵将打ち果たした。聞かせていただこう。なんと見事な。安心しておったか。そろそろ次の手に移る。影武者か。徳川の小僧め、面白いことをする。我が秘術見破れるか試してみる。半蔵のおっさんが敵の目を引きつけている。今が好機だ。よし、戦軍浜松城を包囲せよ。負けてなるものか。侮るな。我らを包囲してみせろ。本陣の兵と騎馬隊を向かわせろ。後方の敵が動いたな。よし、敵の進路を封じよう。これで武田勢の動きは止まるはず。浜松城にいる敵を討ち取るのだ。徳川の包囲を崩せぬ。皆動じるでない。我ら武田こそが強者。私がやろう。手を忘れるな。父上の手を煩わせては情けない。ここは斧が手で活路を開かねば。何、敵の増援だと。ここでは親方様の命に応じられぬ。ようやく目障りな忍びが消えたか。勢いは俺たちにある。かかれ。何、半蔵殿がやられただと。
皆の者、撃って出るぞ。開門。敵に焦りが。よかろう、見えた時こそ勝機。隙を突き、大いに風穴を開けろ。出るぞ、三河武士の意地を見せてやれ。伏兵を仕込んでおった。だがこれしきねじ伏せるのみ。間の守りはもういい。前線に進め。敵上に敵の弓兵が。このままでは進軍の障りとなろう。負けてなるものか。よかろう。武田の名にかけ勝つ。打ち死に。そこだ。お見事にござった。打ち死に。勢いは止まりそうにない。この劣勢を覆しようがないならば、私は徳川の当主としてどうすべきなのか。よかろう。武田の名にかけ勝つ。苦しい中で奮戦してくれている。この上は私も前線に出て戦うぞ。よせ竹千代、今は逃げるんだ。お前が死んだら仲間の犠牲が無駄になるぞ。さらるほかないか。みんなすまる。徳川の小僧は逃げたか。俺にやらせ。だが最後にもう一人、あの武者が我らの行く手を阻みたいようだ。勝利条件変更。略すること非能だ。このまま行かせるわけにはいかねえ。先に進みたきゃ本田平八を倒していけ。私がやろう。よかろう。家康様が無事に撤退できるよう時を稼げ。開門。負けてなるものか。討ち死に。侮るな。討ち死に。武田本陣を守る将を討て。負け
てなるものか。侮るな。武田の名にかけ勝つ。徳川ごとき武田の敵ではない。勝頼様が奮戦しておられるぞ。我らも続け。侮るな。武田の名にかけ勝つ。ここで果てるわけには。武田の強さは受けたま本物だ。侵略することは拾うとか言えよ。抗おうと無駄よ。侵略することは拾うとか侵略することは拾うとか。うす愚かな。悪が違う。耐えきれん。引かせてもらう。お見事にございますな。お力添え感謝いたす。私がやろう。好機を逃すな。侮るな。親方様より与えられたお役目、何としても果たさねば。それにやらせ。敵将打ち果たした。耐えきれん。引かせてもらう。様に勝てるものなどおりましょうや。打ち死に。それにやらせ。答えのないことだ。侵略することは拾うとか。ほら開門。侵略することは拾うとか。じゃあ譲らねえぞ。貴様らと差し違えてでも知った仲間の無念は晴らしてやる。抗おうと無駄よ。隠したと侮っていたが、徳川は主従の結束は大したもの。いずれ当家を脅かす存在になるやもしれん。その気に叩いておくにしかずだ。貴様が信玄か。この手で打ち取れるかと思うと武者震いが止まらねえぜ。この俺を前にして大口を叩くとは大した胆力よ。名乗れ。三河の秘書本田平八郎忠勝だ。皆さん抗おうと無駄よ。悔しいがここまでか。
今ならば徳川を滅ぼすも容易かと。父上、私に追わせてはいただけませぬか。目的は達した。この戦ここまでにしておいてやろう。やはりこの木に浜松城を落とし徳川を潰しておくべきでは。時がない。なぜそのように先を急がれるのです。まさか父上、お体の具合が。こたびの戦で見せた徳川の結束は侮れ、小僧の器もこの先さらに大きくなろう。だが幹が腐れば枝葉も枯れる。織田を打ちさえすれば徳川に生き残る道などない。故に先を急ぐ。俺の目の暗いうちに織田を滅ぼし天下をもぎ取る。父上は私のみの力では徳川にすら勝てぬと、そうお考えなのですか。疲労が不足なのではない。俺の代わりは誰にも務まらん。この信玄が率いておればこそ武田は最強なのだ。残された時は少ない。行くぞ四郎。承知。